ありがとうございました。あ、お久しぶりです。ありがとうございます。あ、どうもどうも、あの皆さんどうもどうもありがとうございます。あの本当あの素晴らしかったです。ちょっとしたものなんですけれども、差し入れであの今日買ってきたばかりのお豆腐と、それからあの今日取れたばかりのきゅうり持ってきましたので、もしねよろしかったらどうぞ、あのどうぞわざわざお気遣いいただいてありがとうございます。いや、差し入れの癖が強い。いや、まあそれナチュラルにありがたいけど、何に使うものかも知らないのな。組み合わせが独特すぎて今晩の献立が思いつかない。あのそれからね、今日ねリナさんのあの弾いていらっしゃるあの姿のお写真、すごくねいいねお写真たくさんね撮れたんですよ。本当にねすごく皆さんの素敵な表情の写真がたくさん撮れたんですけど、でもここのね係の人本当にすごくうるさくてね、周りの人に一切迷惑かからないようにちゃんと消音もして撮ったのに、なんかすごく注意されて、どうかしますよね。撮影禁止っていうのは周りに迷惑をかけなければいいと思うんですけど、なんでダメなんでしょうかね。ちょっと皆さんからなんとか、あのそこにいる方なんですけど、なんとか言ってくださいよ。本当にこんなにねすごくほらこの表情とか皆さんとっても素敵。じゃあ言わせてもらう、お前が悪い。え、結構デカデカと撮影禁止って書いてますよね。やのになんで周りの人に迷惑かけず素敵な写真撮ったらそれだけで撮影 OK になるんですか。それどこの法律。ちょっと私の存じ上げている常識とかけ離れすぎて目から鱗だけ叫んで、まあ言わせてもらえれば私が一番迷惑してたんですけどね。え、弾いてる時ピアノの鍵盤に集中しすぎて目が見えんようになるとでも思ってるもん。弾いてても周り全部冷えてるから、全部あー弾いてる時イライラして気に散って音間違ったわ。いや、それは自分のせいやがな。今日はお越しいただいてどうもありがとうございました。ルール守れ、シャーシャーこらシャー。